ちょっといい？はい。あのさ、ちょっと相談があってさ。うわ、相談？うん。何すか？あの、この前長袖さ、上杉からもらったじゃん。これもういいんでって。あ、ロンティー。うん。はい。ロンティー、白いやつ。はい。マイケル・ジャクソンの。はいはい。ああいうのをまたなんか欲しいなと思って自分。あ、別の長袖 T シャツを、うん、だから上杉チョイスのさ、そういういいロンティーみたいなの知りたくて。いいロンティー、うん、なんかこだわりをたくさん持ってるじゃん。たくさん、まあまあ、うん、でも僕と一緒でいいんですか、なんかその こだわりって。ああ、まあそっから自分なりのも見つけに行くわ。あー、とりあえず、うん、参考にみたいな。そう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 。あ、ここにあるのが一応全部みたいな感じ。でもだいぶその上げたりもしたんですけど、うんうん、着る服しか残さないみたいになっちゃったんで。あ、今はこれぐらいしかないですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で13。あ、それでも13あるんだ。はい。でも僕ね、うん、全部基本左胸、はい、バック袖、この3つを見てるんですよ。はいはい。胸ワンポイントなんだ。そうですね、まあ、左胸に絶対やってほしい、うん、あんまりこうバカでかいの嫌なんですよ。あー、プリントが前を主張してる感じ。全部ほぼ、はいはい、確かにそうだね。胸ワンポイント、それは後ろと袖と。確かに確かに形式化してるね、しっかり。あ、三角のそれは何。あ、これはワンポイントだけで袖、うん、まあ袖、サニースポーツっていうブランド。あー、でもこれはありますわ。あマイケルさん、はい、伝説のスリーショット、マイケルジョーダン、マイケル・ジャクソン、マコーレ・カルキン。でみんなこうバスケットボールシューズ履いて。ああ、はいはいはい、うん、なんかプロモーションで作ったっぽいね、はい、そうなるとまだ純粋な時です、ね、純粋でまだマコーレ・カルキンだった頃の、はい、今やマコーレ・カルキン。結構、あ、ま、こういうのも、ああ、おーおー、あ、ちょっとやっぱバスケ好きなんかな。そうですね。これスターター、ね、スターター、なんだろう、うんうん、あ、これも、あ、なんかパターソン、パターソンっていうね。結構なんかスポーツのあれなの、それもなんかテニスっぽい、なんかやっぱスポーツマンなんだよまあな、スポーツマン出身のこれ今着てるやつ2着持ってんの。ハイド&シーク、はい、ハイド&シークっていうね、シーク、まあ、ストリート、まあアメカジとも言ってもいいけど。うん、でもこれは裏なしの袖だけ。お、え、じゃあそれはこれ裏、あ、袖ないお、袖ないし、裏はある東京ジャパンと。あ、これちょっと僕一番好きなブランド、チャレンジャー、チャレンジャー、永瀬智也さんがよくもう愛用して永瀬ブランド、はい、永瀬愛用ブランド。ストリート系とかってやっぱこうなんかね、地名入れがちなんですよね。ああ、確かに東京ジャパンとか、これも入ってますよね。東京ジャパン入ってた、あ、これもこれハーフっていうね、ま、三角形が多いフリーメイソンの、フリーメイソンじゃないですけど、これも袖かな、袖裏、うんうん、灰色、灰色ね。基本白しか買わないんですけど、うん、確かに白は圧倒的に。これ、あ、これめちゃめちゃイメージあるよ、このパルプフィクションっていう映画のの一部分のシーン、一番いいシーンね、これ、ここ裏に、あ、裏にも同じよ。いいね、版画みたいな感じがいいわ。これは、あ、グレータイプ、色違いで持ってます、色違い。うーん、でこれで分かるように、うん、やっぱ意外とシンプルなのが好きなんですね、ド派手なよりは。まあね、うん、なんか格好とかもそんなにガチャガチャしてないもんね。そうっすね、だから福坂さんはでもね、どっちかっていうと、うん、シンプルなワンポイントとかより、うん、
このさっき見せたこういうなんかイラストがこうあったりとか、うん、写真的なやつとか、はい、似合ってたんでやっぱ長袖。ああ、なんだろう。でも長袖は好きなのよ。あ、好きなんですか。うん、なんか守られてる感って袖はちゃんと。あと僕は絶対に優先してるとこは、うん、これ袖の袖リブです。これリブっていうんだ。これリブっていうね、このキュッてなってる、うんうん、あ、確かにこれもキュッてなってる。全部なってます。あ、もらったやつもキュッてなってた、はい、そして全部なってます。いや、美学がしっかりしてる。いや、これ嫌なんですよ、こう、うん、こうなったりして。あー、はい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 、はい、袖がね、このリブがついてるっていうのは絶対見た方がいいですね、うんうん。デザインはでもサイズ感ですね。あー、サイズ感、はい。どっちのぴったり着るの、それともだっぽりというか。僕はだいたい L か XL なんですよ、うん。だいたいこの着丈っていうんですかね、うんうん、そのこっからここ、はい、が73、4、5の間、うん、で見幅っていうんですか、こう、はいはい、横、ね、はい、まあ、55以上。あ、もう数値で把握してるんだ、ちゃんと自分の。僕その金ないんで、うん、その服屋行って買ったことないですもん、ここ3年ぐらい。ああ、全部ネットで。ネットでサイズで。いや、買い物上手よね、そういうちゃんと把握してるって。それだけで、あ、それ大事だね、それ。自分の数値をちゃんと、好きな数値を把握しとくって。把握しててね。あ、そういうこと全然やってないから、もしかしたらうまくいかんのかも。上杉ファッションのさ、その決め手というか、はい、自分が思うのは長袖、はい、帽子、はい、スニーカーなのよ。そうっすね、だから、うん、靴ちょっと悪く言うと、うん、僕ずっと中2みたいな服装してるんですよね。中学2年生の、うん、なんか林間学校みたいな。初めて私服で。全然変わってないんですよ、昔から。これ、まあ、バンズ、はい、なんですけど、これは大島さんにね、うん、誕生日で昔もらったやつ。へえ、3回ぐらいしかかぶってない。全然気に入ってない。こういうのもね、帽子もね、うん、こだわりあるんですよ。帽子の形というか、はい、デザイン全部多分形一緒ですよ。同じの買いたがるっていうね。温度で色違い、はい、これシュプリームです。シュプリームの赤とグレーってグレー。なんだろう、いいね、そのフルーツ。あ、これね、最近買いました。どこですけど、これビレバンです。あ、もうビレバンの人じゃん、自分。ビレバンが好きな人。ここバンズ、ここ全部バンズ。ああ、はいはい。あ、タイガー、これも、これ USA のバンズなんです。あ、バンズなの。はい、バンズのマークだけ。はいはい、ね。大島さんは、うんうん、こういう形の帽子が多いんです。わかります。うん、なんかテロンとしてるなって感じです。イメージじゃないですか、ここでこう前髪がここにあって、うんうん、顔みたいな、ちょっと乗せて、はいはい、確か浅いよね。そうっす、浅い、うん、これやっぱね、顔、僕みたいに頬骨、ホームベース型タイプだと、うん、がっちりタイプ、ね、そうです。これ被ると、うん、顔が浮かび上がっちゃうんですよ。ああ、強調されすぎる。そうそうそう、だからこのエラー付きのホームベース輪郭の人は、うん、ああいう普通のベースボールキャップしか似合わないんですよね。はあ、ちょっとかぶったらこれかな。いや、マジでどう似合わない、ひどいですよ、ね、この頬骨が、こうなったら終わりなんです、帽子っていうのは。こういうキャップの人は、福坂さんもそうですね、おもながちょっとの人が似合うんですよ。へえ、こう横に大きい人は似合わないんですよ、こういうの。このつばよりも大きくなっちゃうんで、僕の場合。ああ、印象としてね。そうです、うん、ちょっとこの自分が大島さんからもらったこの、なんていうの、バケットハット的なハット、うんうんうん、こんなのはもう一番似合わないですよ。一番ダメなの、これ。だってこれもうイメージでそうしてくださいよ、うん、もうこういう形なんですよ、うん、で縦に長い人は 100% 似合いますよね、うん、ほうほう、想像してください。
こういう輪郭の人、うん、で横長いきますよじゃあ、うん、まとまり感っていうね、変わり者になっちゃうんですよ。ああ、なんだか言いたいことはわかるけど、はい、頑張っておしゃれしてるやつみたいになるんですよ。あ、はいはいはい、はい、いやまあ単純に多分上杉の顔が強いからっていうのもあるかもしれないけど。参考になったっすか。うん、まあ次誕生日プレゼントをこうにしようと思った。そう、あ、大体うん、なんか自分で自分の道を極めようって思った。せめてまあ長袖ロンティー買うなら、うん、もう皆さんにも本当にお勧めしたい、このリブ。うん、確かにもらったやつ着てて便利だと思ってる、リブ。そうっすよね、うん、確かになんか安心するもんな、はい、上杉見ててちゃんとそのいいなって思うからさ、かっこいいなって思うから安心する。それ自分で。マジっすか、うん、福沢さんだけですよそんなこと言って。え、淡路さんは僕の服装、うん、中学生やんよく言うし、もっと大人になって関東って、うん、って言ってて今日松井秀喜と高橋由伸の T シャツ着てた。あの人の尺度がいろんなのってるから。全く関係ないですけど、うん、福沢さんが俺この部屋でもしやばい火事だみたいになって、はいはい、もう言わず逃げろってなったら、うん、ロンティー全部持って逃げるんですけど。あ、ロンティーなんだ、はい、他全部いらないんで。もっとあるけどな、星野さんのもいらないし。福沢さんだったら、あー、なんだろうな、持ってくの。いや、ありすぎてっていうのもあんだよ確かにね、漫画とか。いや、でも漫画とかって結構買えるじゃんっていうのもあるしね、まあ、あ、一個あったわ。え、なんですか。サイン本。サイン本、うん、あ、自分の大好きな藤田和弘先生っていう漫画家さんのサイン本、はいはい、サイン本、うん、あ、かなり思い出深い、初めてそういうのに参加したからさ、サイン会っていうかさ、朝から並んで整理券もらってさ、興奮しました。いやなんか想像以上に、もう結構おじいちゃんなんだけど、いいおじいちゃんっていうか、あ、うん、対応も優しい、対応も優しいし、なんか、あ、こんないい人いるんだってなんかつくづく思わされた。あ、いいな。そう、全然テックとかになってないっていうか、変にプロっていうさのをさ出す人いるじゃん、いますね、なんか硬派な感じ、はいはいはい、そんなの一切ない。僕もだから AKB の握手会行って、うん、パルルと握手した時に、うん、やっぱ塩太陽を売りにしたじゃないですか。うん、そうだね。でいざやられたら、うん、マジで腹立ったっすか。それを求めてちょっと分かってたけど、いや、愛想悪すぎるだろって。でもそれがみんな嬉しいやつなんですけど、うん、その後の大島優子も最高。塩で下げてから最高。そういう役割になっちゃって本当に、いや、誰が言ってんだよってなりますけど、
ちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです、うん、はい、ありがとうございました、はい、参考にしてちょっとゾゾでも見ますか。じゃあまた今度。